ファーマーズマーケットで買ってきた野菜たち。これね、10種類の野菜が入った10種類の野菜が入ったセットなんですよ。ちょっと中見ていいなって思うように調理していきます。で、これは新玉ねぎ、これはちょっとローストして食べていこうかな。玉ねぎだらけ。しかも今日のやつから全部玉ねぎ。玉ねぎ。一余り。これあっちゃんにあげるラベンダー。ありがとう。飾るわ。うん。まず葉付きのミニ人参が2本。アンディーブだね。エンダイブだね。アンディーブ、チコリーね。サニーレタス、カーリーケールだね。に、これが、クレソン。クレソンも入ってる。これあれだな。あ、ラディッシュだと思った。紫ラディッシュっぽいような感じ。この辺はまあサラダにして全部食べていこうかな。これ、あれやん。ミントだね。ミント、ゲッチュ。あ、これ、中、さっきさ、顔か顔前か前してた、クレソン。入ってた。うん。春菊も入ってる。この辺とかも全部な、ミックスサラダにしてさ、食べたらさ、一番美味しいよね。うん。月にも、あ、これも全部、もう野菜のお皿にします。じゃあ、このアップルミント、ちょっと2つ入ったんですけど、これは、じゃん、これは、白バルサミコの、白バルサミコビネガー。これと、粒マスタード。で、あとなんか塩とか、加えて、サラダのソースにしようかと思ってます。テスコのこれがめちゃくちゃ使いやすいんでおすすめです。今チラって見たでしょ。これめっちゃおすすめ。お店でも使ってる。なんかいろいろ、ちょいちょいいろいろ使ったけど、一番これが、なんだろう、安いし、丈夫だし、使い勝手がいいね。
なんか3つあって、このパウダーも使えるぐらいの小さいやつと、この大きいジューサー、なんかスムージーとか使えるやつもあって、ビネグレットとかソースとか作るの結構これが使いやすい。俺は。白バルサミコって意外と甘みも強くて、ビネグレットにしたときにちょっと、あ、これ砂糖だった砂糖だった嫌だった、うん、まあでも大丈夫しよう。ちゃんと書いてあるんだから見てね、うん、ごめんちゃい。で、あとはエクストラバージンオイル、ざっくりドレッシングの割合って1対3か1対4みたいな感じなんだけど、あとはお好みですね。僕はドレッシングにするときとかは酸味がちょっと強い方が、その、まあ、食べ方にもよるけど、甘いけど、でも酸もあって、ちょっと塩加減もちょっと酸味、あとフレッシュの酸味も欲しいときはレモンジュースちょっと加えて、コクがちょっと欲しいときとかは、まあマヨネーズとか粉チーズ入れたり、まあ牛乳とかでもちょっと割って、先日ファーマーズマーケットで買った国産のニンニク、香りめっちゃいい。なあちゃん、ローズマリーさ、ひとかけ欲しい。どんぐらい？あっちゃんが後ろにいる。おお、じゃじゃん。なんかさ、スーパーでさ、それだけ買ったら結構高いじゃん。確かに。なんかいいよね。黒からね。いつでも探しI'm sorry.
よし。かわいいよ。あとは、まあ、粉チーズが。最高じゃん。はい、完成です。パチパチパチ。ユージシェフ、じゃーん。なんですか、これは。これはファーマーズマーケットで買った野菜たちですね。サラダと、ズッキーニ当たった、香く香ばしくソテーして、新玉ねぎ、これは、200度のオーブンでローストした後、外側の部分を香ばしくです。あとソースがアップルミントと粒マスタードを使ったビネグレットのソース。めっちゃ美味しそう。はい、最高じゃん。ありがとね、うん、あ、私の大好きな丸ごと人参がある。葉っぱ食べる、食べれないね。うん、食べれるよ。このさ、ケールも美味しい、食感があって。どれ？ん？これ。これ、これ。それクレソン。めっちゃ美味しい。うん、びっくりした。いつの間にか。そんな。大好きなものかも食えた。そら豆ね。そら豆うまいね。うん、うん、これってもしかして宝探し。そうだよ、やっと分かったな。うん、ひらめきだから。料理はひらめき、うん、料理はひらめき、ひらめきを実現するための